山形ビッグウィングは山形県山形市にあるコンベンションホール。正式名称は山形国際交流プラザ。山形市が施設を設置し、指定管理者制度の導入によって、一般財団法人山形コンベンションビューローが管理、運営する、毎月様々なイベントで利用されている。山形市平均保の約10.5ヘクタールの敷地に市が総工費約79億円を、 当時、コンベンションホールの山形国際交流プラザを建設、1994年8月にオープンした。施設は、国際会議から各種の会合や研修に対応できる会議棟、国際的な見本市が開催できる展示棟及びこの二棟を有機的に結びつける交流ホールで構成される。また二棟を取り囲むように、国際交流庭園、屋外イベント広場、 国際交流広場を配置。また会議棟3階に、山形国際ドキュメンタリー映画祭の応募作を、はじめとする、ドキュメンタリー映画の収作を収集。保存のほか鑑賞も可能な、山形ドキュメンタリーフィルムライブラリーが開設されている。ABCDEFGH 近代建築1994年12月号、山形国際交流プラザ条例山形国際。 交流プラザの指定管理者の決定について、ありがとうございます。